どうしよう。転職してるからね。これね。だろうこれ。お腹空いてたよね。ロッパが552ですからね。チャンネル登録してねか。どうしよう。どうしよう。怖いよ。ねえ。うん。無事かな。無事を願おう。願いましょうか。うん、はい、ババオゴーニクワガタです。ですね。はい。そうなんです。いやー、なんでだろうな。なんでだろう。本当こんな風になったことはないもんね。そう、あれじゃない、下にさ、なんか引くものが違ったからかもしれないね。あの、剥いた皮を置いたじゃん、うん、だもんでかなかもしれない。やっぱりちゃんと水分を、うん、そうだね、取ってくれるやつの方がいいかもしれない、ね、そうだね、普通の、 あの何、床材っていうの、うん、がいいかもしれない ね、 いいね、うん、ちょっとだいぶカビちゃったね。そうだね、うん、あー、ごめんな。変色してるからね。これね。なんだろうこれ。なんだろうね。なんだろうこれ。なんだろうね。うん、まずメスは大丈夫か。わからない。多分そこのこの中にいると思う。あ、ここ？うん。グラ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 。はい、動いたよね今。あれ違う、うん、あ、普通に卵あるかもしれないからね。あ、気をつけて。分かった。そうだよね、うん、あれで取っていこうか。だからもうバコンって割っちゃえば。バコンって割っちゃう、うん、どの辺から。この辺、うん、結構硬いよまだ。あ、そう。ほら、意外とこんなもんしか割れない。ほら、中まではカビは来てない感じだね。来てないね、うん。じゃあ大丈夫かもわからんね。うん。表面だけか。表面だけだ。ああ、であれば大丈夫かもわからん、うん。ほら、動いたよね今、うん。ほらほらほら。あ、じゃあ中にいる、ね。生きてる生きてる。ああ、可愛い顔が見えてる。ほら見える？ほら、お目目が。ありがとうね。元気でいてくれて。いやよかった。ちょっとかびちゃってさ、ここ怖いね。ここ卵ありそうで怖いね。ちょっとかびちゃって困ってたのよ。あたち、うん、産んでるんじゃないのこれ今。今現在なお尻をなお、うん、中は大丈夫そうだね。うん、いいじゃん。だけどもうだいぶかびてきてるから、もう早めになんか卵をあったら取り出した方がいいわ。そうだね、うん、はい、メスさん元気でした。はい、お疲れ様です。ババオゴーニちゃんでございます。どうかな。あ、食べてる食べてる、うん、お腹空いてたよね。綺麗な色ですね。しっかり食べて、うん、次のセットに行こう。スパルタですね。さすがの、うん、ババはいっぱい取らないと。そうですね、うん、あ、いたいた、幼虫だよ。ほら、あら、結構デカめの。本当だね、うん、こんにちは。そうだね、なんだかんだで1ヶ月ぐらい経ってるから。うん、うん、かわいい赤ちゃん。赤ちゃんおめでとう。はい、よしよし、やりました、うん、おめでとう。いたよかったよかった。無事でしたね。あ、卵、お、卵産んでるね、うん、危なかったね今、うん、産んでるよかったよかったよかった。ちょっとよいしょ、しっかりキャッチの卵ちゃん。もうだいぶ膨らんでるね。膨らんでるよ。もう今にも生まれるんじゃない、うん、卵こっちに、うん、慎重に行きましょう。慎重に行きましょう。割と近くにも産むんだね、うん、この辺もね、もしかしたら
表面だけだったんだ、カビたのは。うん、なんならこの材でまだいけるんじゃねえか。じゃあこのまま、どういうこと？だってこの辺だけでしょ、産んでるの。反対側に穴開けてさ。ああ、そういうことね。うん、います。いた、ここもここもいるよ、ほら。よしよっしゃ、よしよし、びっくりさせてごめんちゃい。美味しいご飯をあげるよ、幼虫用グリーン。いいね、よし、よしよし、いいよ、いいよ。まだめちゃめちゃいそうな気配あることない。うん、人気のババ黄金鬼ですからね。本当人気だよね。うん、岡崎トレーダーでさ、うん、初出店した時もさ、うん、黄金鬼もほんとすぐだったもんね。あれはローゼンか。ローゼンだったね。うん、うん、もうなんかそれめがけてっていうぐらいのイメージ。うん、あ、ここになんかいらっしゃる気がする、ほら。本当だ、なんか。なんかお顔あったよね今。ほら。どうしよう。どうしようかな。この辺こうやって放って。あ、出てきた。よしよし。かわいい。よしよし。おぎゃーって感じ、本当。いいですよ。いいですよ。オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。いやー、もう心配したぜ、本当に。本当だよね。めっちゃカビ取るやんけ。終わったかな、うん、みたいな。そっちの方は新しくなんか運動る感じ。うん。お、ふわふわや、もうこの辺は。いるね。あ、いるいる。どこ？うん、この、この、この。この奥？うん。これ置いといて。うん。この辺もいそうだよね、なんか。なんかいそうだね。うん。どう地道に掘っていくの、こうやって。いや、もう一回こっちの方からバゴンで、うん。この辺？もっと奥。この辺？うん、柔らかい。あー、危なくない。あ、そこにもいた。危ない。なんでそんなとこに。危ないよ。危ない、君は奇跡の子だ。よかった、潰れなくて。え、なんでそんなとこいる、分からない。横から産んだ。どこから産んだそれ。危ない、危ない。あ、かじって潜ってたんだな、そっちの方に。うん、ほんと早めにあれだね、救出しといてよかったね。うん、よかったよかった。中までカビが、うん、回る前でね、うん、回る前にね、変わって幼虫は潰しそうだし、ビビっちゃって変わります。うん、ヨネション TV いた。うん、ザ本当によいしょ。おー、上手だな。結構いいね、いいね、順調じゃないですか。結構いるじゃん。うん、ね、うん、まだまだいそうな感じだよね。ね、うん。あ、いた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 。オッケー、幼虫タン。あ、あそこに入った。インしてる。かわいい。お風呂入ってるみたい。捕まえた。はい、そうだ、ね。頑張ってくれたんだね。ありがとね。美しいね、君。そこ開けたら絶対いるでしょ。卵あった。だよね。あ、卵？うん。あ、本当だ。2個。あ、2個。あ、本当だ。黄
綺麗な卵の色だね、こっちの、うん、透明みたいな、まだあれかな、割と早めかな、生まれて。どうだろうね、けどだいぶ膨らんでると思うけどね、うん、そっちはもうあれだね、だいぶ、うん、結構産んでるじゃんね、うん、うん、いいタイミングだったかもね、ほんとね、うん、まだ使えそうだけどね、これね、うん、ペリペリ取ればペリ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 、なんか聞いたことあるな、聞き覚えがペリペリ聞いたことあるな、ペリペリは辛い昆虫食や、ペリペリのやつね、うん、懐かしいな、電子材割るの、確かにあった、おお、ましたね、うん、うん、去年めっちゃやってたからね、去年ほんともう霊視剤に瓦ばっかりだったもんね、うん、産んでるじゃないですか、結構産んでますね、バラちゃんよ、卵が大きくて分かりやすいぜね、助かるね、ほんと、うん、こっち多分ね、新しいから、あ、卵ゾーン、卵ゾーンな気がする、それは卵じゃないんだね、落ちた、卵落ちましたコンコンコンって言ったね、いい音だ、うん、有精卵のいい音ですね、うん、ありました、お、卵ですね、うん、まだなんか匂いがするもん、匂う、匂う、匂う、こんなもんじゃねえぞみたいな、あ、柔らかいね、うん、ここにいるそう、うん、あ、あった、そう、あれ違うかな、 あった、あるよね、うん、いや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 、産んでるね、うん、ババちゃん、まだありそう、まだ匂いがするその辺ホロホロだもんね、うん、あ、なんか落ちたよ、幼虫です、かわいい生まれたてな感じだよね、初霊ですね、うん、初霊です、これはあった、あった、バクじゃないですか、これは、これは結構ですよ、多分だよね、うん、ダメかなと思いきやめちゃくちゃ産んでくれてた、あったあった、卵、卵、いやー産んでるね、めちゃくちゃ産んでんじゃん、うん、すごいね、これ1個見つかると金で卵がない、あった、お、やっぱりあるね、幼虫だ、幼虫ですね、幼虫さんでしたか、すげえじゃん、うん、めちゃくちゃいいじゃん、めちゃくちゃいいわ、うん、すごない、すごい、まさかの過去一、過去一だと思うねえ、黄金鬼で、ヨネちゃん TV 結果発表、イエーイ、すごい、これはテンション上がるわねえ、うん、数えましょうか、幼虫が 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 うん、卵が 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 99、すごいじゃんね、うん、しかもまだちょっと取り切ってない感じは感じあるもんね、うん、うん、いや、このままね、そう、もう一回その半分の材で、うんうん、あのこの子にはね、ね、
頑張っていただこうかな。うん、はい。いや、爆弾ですよこれは。はい、大成功でしたね。うん、うん、思いのほか18取れればいいよ。ですね。うん、うん、十分です。よかったです。でもこのこっちのゾーンの人たちはもうそのまま、うん、禁止に入れていっちゃいます。うん、はい。もう全然大きいもんね。うん。うん、いや足らんな。また発注ですね。うん、禁止が足らんですです。足らんですです。はい、嬉しい悲鳴ですね。うん、はい。じゃあ今日はこんな感じでいいですか ？OK です。はい。では最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンをクリックで米ちゃんファミリーへようこそ。Twitter、Instagram などもやってますのでそちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。あと20話いくよ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。